ですね。欲しくて欲しくてしょうがないっていう気持ちになってる。要するに顧客の要求がもう満たされてる状態ですよね。くださいみたいな感じでね。だからそこに、あ、これのことですかっていうふうに丁寧に紹介する、まあ、それだけなんですよね。でプッシュ型の営業っていうのはお客さんを無理やり欲しい気に瞬間的にでもさせるってことなんですよ、うん、締め切りまであと3日ですよとかね、値引きがありますよとかね、こんなに成功者出てますよみたいな感じで煽って煽って煽って売りつけるみたいな感じです、まあ、どっちもいいんですけども、まあ、時代の流れとしては完全にですね、まあ、営業しない形になってくるでしょうね。欲しいんですけどみたいな感じでね、知りたいんですけどみたいな、もうお問い合わせですよ。自分はこんなことに悩んでるんですけども、なんかいい回答ないですかっていうふうにアドバイスを求められるように、いや速稼塾ってものを欲しいんですけどもちょっと説明してもらえませんかとかね、花屋レモさんのオンラインサロンってどんなやつなんですかっていうふうに向こうから聞かれるみたいな感じでね、それが毎日起きているっていうことなんですよ。毎日起きていると、私の場合は、まあ、速稼塾だけでもね1000件以上売れてますんで、頭金しか払ってない人が全員だとしても3000万とかできるわけですよね。でもやっぱりね、満額払う方は2割ぐらいいらっしゃるんですよ。本当にありがたいことだなと思いますし、あとは最初は頭金なんだけども1年ぐらいで完済しちゃう人ね、私の方から請求を上げたことはありませんけども、満額まで稼いで払い続けて実際稼いだから払っちゃう人もいますよね。そういえばね、ゴールデンウィークを前に4月です、4月に生活保護の方がお弁当で8万円ぐらいで、ね、8万5000円ぐらい売ったって話しましたけども、なんかあれからも売り上げが続いてるみたいで、5月もね同じぐらい売れるんじゃないかなと思いますね、うん、ワクワクしますね。だからね、みんなねできるんだと思います。私は立場とかに関わらず、うん、できるんだけどもやらない人とやる人がいるっていう、この差は大きいんじゃないかなと思います、うん、まあ、やらない人とやる人、このね花屋ロバシリーズも随分続いてきました。でもそれを見てでもやらない人はいるんですよね。もちろんやらないといけないってことはないんですけども、現在の状況を変えるんだったら YouTube を始めてみるってことが大きな一歩になるんじゃないかなと思いますけどね。じゃあ今回は以上です。